はい、TGIF 皆さん。TGIF ご存知ですか？今日はね、皆さん月曜日から金曜日までお仕事された方、週納めの金曜日ですね。お疲れ様でした。そして、その花金っていうのをね、英語で言うのに近いのが TGIF。これ、Thank God It's Friday の略で、レストランで TGIF Fridays ってあるじゃないですか。あれはここから来てます。そして、そう、神様ありがとう。やっと金曜日だって意味だよね。でね、面白いもの見つけたのでね、これもね、皆さんにシェアしていこうと思って、私の好きな遊具一緒ね、ここで次の場面見ててくださいね。GIF, everybody. はい、プレジデントオバマね、昔のフォーマープレジデントオバマさん、TGIF everybody と言ってます。こういう風にね、使うんだって学んでくださいね。面白いですね。はい、では早速、今日のところに進んでいきます。一緒に頑張りましょう。はい、ここはね、got to see this house ってメアリーが言ってて、got to の表現って何々しなきゃいけないとかってあるよね。I gotta go で、I gotta go 行かなきゃいけない。そしてここはね、メアリーは彼に向かって、あなたこの家を見なきゃいけませんよって言ってるのではなくって、このね、タイトル、ごめんなさい、字幕にあるように、この家見てっていうことね。なので、こういうニュアンスでもネイティブは使うんだな、got to をね、っていうのを覚えてください。はい、check this place out。チェックアウト、何々、何々を見るとか、何々を確認する、チェックする。そしてね、check it out。check it out ってあるじゃない ?check it out ね。だから、check out の間に入る目的語は、一語の単語、it の時だけではなくって、こういうふうに、this place とかも、check と out の間に入ってくるんだ。そういう表現ってできるんだって学んでね。それが大事です。皆さんネイティブから学んでいくのね。はい。これは皆さんいくらですか？ここはミリオンだよね。ミリオン、すなわち日本円だと1億円の単位ね。はい。ここミリオンだから4ミリオン。そしてここは995ね。で、1000だよね。はい。頭からもう一回。4ミリオン、995,000。そして単位はDollars ね、はい、皆さんも数字もだいぶ強くなってきたんじゃないかな。はい、進みます。 This is awesome. I love this house. はい、出たね。これクリスティンのシーンで On shock you, oh shock you のところ出てきた表現よね。 Oh だけだと if するとかね、恐れるとかだけど、oh っていうのはあんまり見る表現少ないかもしれないけども、この表現では皆さんよく見るよねってよく話したよね。awesome の oh だよね。そして isn't this awesome? awesome ってよくネイティブ使いますよ、皆さんね。なのでここは isn't this awesome? isn't 頭に出して、この家素敵じゃない？素敵でしょっていう意味だよね。はい。This view is amazing. Right?はい、ここね、皆さん Have been together almost a year。 これね、Have been together、 Have been together で、一緒にいる、すなわちお付き合いしてっていう意味も含まれます。ネイティブのね、恋愛のね、英語って難しいんだけど、それもまたね、恋愛英語って別でやっていこうかなと思ってるんですが、皆さん Have been together、 一緒にいるで、これで1年お付き合いしてます、1年近くお付き合いしてますっていうニュアンスも含まれてます。I met Romaine through a client referral. 今、これね、言い方特殊よね。A year. I met Romaine through a client. Through a を a っていう言い方もあるのね、皆さん。A client referral. はい、referral. これは何ですか？これ紹介ね、referral. これね、皆さん。
EJOY のエクステンションで見てもらうとね、ここにね、ファミリーっていうのがあるの。これを開くとね、そのリファーの家族のワードがわかります。そして、リファーって言及するとかのリファーだよね。なので、このリファーの家族の動詞としてはリファーがあるし、あとはリファレンスとか、そしてここにリファラーが出てくるのね。なので皆さんこういうふうにね、どんどん語彙数っていうのは一つのリファラーから、あ、リファラーっていうのはリファラーの家族なんだな、家族の単語なんだなっていうふうに家族じゃないからね、語彙数は増やしていってください。ね、家族が増えるのも素敵なことですがね。はい、進みます。ちょっと皆さん分かりにくかったかなと思うので追加で説明しますね。前にね説明してるけども、このね EJOY エクステンションってもともとは海外のウェブサイトなので、それをね多分機械翻訳で反映してるから、日本語訳がねちょっと少なかったり少しねずれてたりするんだけども、この場合ね、ここもリファラーが照会、照らし合わせる方の章になってるじゃない？だけど、この場合の照会は、イントロデュースね、紹介、友達の紹介とかお客さんの紹介とかの方の紹介の感じね。なので、ご自身で何か出したいときはね、ここでアードできるので、そういう使い方もしてってください。はい、じゃあ進みますね。So, a client referral. His boss was bringing a few pastry chefs over from France. はい、そしたら皆さんここやってきますよ。はい、ボスっていうのは上司ね。すなわち、ロメインのボスが、bringing、連れてきてたんです。はい、いつもね、何度も口を酸っぱくしていますが、英語は先読みしてきますよ、皆さん。連れてきてたんですって言ったら、何を、誰を、どこに、どこから、どうやってとかだよね。なので、これね、ロメインの上司が連れてきてたんです。はい、次出てくるよね。誰を、だよね。A few pastry chefs を、どこから？ Over from France。フランスから。この流れで皆さん。ロメインのシェフが連れてきてました。何を？誰を？ A few pastry chefs を、どこから？フランスから。この考え方ね、皆さん。はい。そして、pastry っていうと、ここではね、ただのフランスのシェフを招待してって書かれてるけれども、字幕というのは字数制限の関係上、あまりね、多くの情報を詰め込めません。だからシェフになってるけれども、ここはペイストリー。皆さん、私の大好きな画像検索よね。はい。画像検索でペイストリーを見ると、このね、甘い系だよね、皆さん。ね、美味しそうね。焼き菓子ね、ペイストリー。はい。ペイストリーシェフっていうのは、こういうね、甘いスイートをね、作るシェフのことね。はい。そして、a few についてやりましょうね。a few。はい、a few って言ったらね、皆さん、2、3とか3、4っていう書かれてるものもあると思うけれども、その数的概念はね、捨ててください、今日ここでね。そして、a few を見たら、あ、いくつかあるのねって。そして、あのついてない few を見たら、あ、ほとんどないのねって思ってください、皆さん。っていうのはね、実際にそれがどれくらいの数字か、どれくらいの数かっていうのはね、その規模とか、話してる人の感覚で異なってくるからね。例えばね、ロメインとこの上司と、あと何人かね、来てたと思うけれども、シェフがね、その目的がね、個人宅でディナーとかね、があるから、そのためにペーストリー作ってくださいって呼ばれたのか、あるいは何か大きなペーストリー大会があるから、それに参加するためで来たのかで、規模が全然違うじゃない。なので、a few っていう表現を見た時には、あ、いくつか、何人か連れてきたのねって思えばいいし、あがついてなかったら、あ、ほとんど連れてこなかったのね。このニュアンスね、皆さん覚えてくださいね。そして、few と little ね。数えられない名詞の場合は、little を使いますね。そしてこれも一緒ね。あがついてたら、あ、少しはあるのね。でも、あがついてなかったら、あ、ほとんどないのね。この感覚ね、皆さん。はい、OK ですね。バッチリ。じゃあ、次進みますよ。次のところね、聞き取ってみてください。His boss was bringing a few pastry chefs over from France.
and I was helping them find a place to stay while they were here. His boss was bringing a few pastry chefs over from France. And I was helping them find a place to stay while they were here. これ、his boss was bringing a few pastry chefs over from France の後に and そしてブラブラブラってメリーが言ってるのね。なので and の後聞き取ってみてください。And I was helping them find a place to stay while they were here. And I was helping them find a place to stay while they were here. はい、そしたらね、皆さん今ね、この字幕出てるここを見ながらね、一度再生するのでね、メリーのセリフ聞いててみてくださいね。His boss was bringing a few pastry chefs over from France, and I was helping them find a place to stay while they were here. はい、そしたら解説していきます。話し言葉ね、日常会話とかの話される言葉っていうのはだいぶ崩れるから、なかなか綺麗に発声してることとか少ないんだけれども、英語というのはね、皆さん、この接続詞でしょ、この and。この and を挟んで、前と後ろで同じようなリピートが起こる。それがよくあります。そして、それがわかると何ができるようになるかっていうとね、例えば、この and を挟んで前の文章を聞けたけど、and の後ろがわかんなかったぞ。そんな時は前の文章から引っ張ってくる。逆にね、and を挟んで後ろの文わかったけど、and の前わかんなかったな。そしたら、and を挟んだ後ろの文から前を引っ張ってくる。すなわちね、類推できるようになります。これね、接続詞私は助け舟って呼んでリーディングでは皆さんに教えてるんだけれども、この助け舟分かってくるとね、英語の楽しさっていうかね、深さがもう50倍ぐらいに深まるのよ。50倍ってどんな感じって意味わかんない表現しちゃって申し訳ないけれども皆さん。ただね、これってやっぱり今私説明したけど、話し言葉だとだいぶ崩れちゃうのね。なので、その面白さとか、ここそうなんだ、リピート起こってるんだ、ちょっと違う風には言い換えられてるけど、これってこの表現と同じこと言ってるんだなってわかるのは、要所だったり、あとは、まあ、オンラインね、今だったらネットでいろんな記事とか読めるじゃない。なので、ネットマガジンとかでもいいけれども、やっぱり書き言葉ね、文章の中でとっても綺麗に、このね、リピートされてるとか、類推できるとか、接続詞が助け舟で役立ってるっていうところはね、気づけるようになります。なので、またそれはね、リーディングに関してはちょっと違うもので、またプログラムとか作っていきたいなと思ってるので、今日はね、書き言葉ではなく話し言葉の中でもこのメリーのセリフから同じようなリピートを起こってることに気づいてもらおうと思ってここを選びました。はい、そしたらね、and の前の文章は His boss was bringing a few pastry chefs over from France って言ってたよね、メリー。そして and を挟んで次の文章何起こってるかっていうと、主語は変わったけれども次の文章 was 変わらない、being 変わらないよね。まあもちろん動詞の内容は変わっているけれども、形は変わってないでしょう。そしてこの a few pastry chefs が them に言い換えられてるんだよね。はい、皆さんね、この and を挟んで and の前の文1、そして and を挟んで文2で使われてる言葉は違うけれども同じようなリピートが起こってるってことに気づきましたね。はい、よくできました。そしたらね、ちょっともう一度頭から一緒にお勉強していきましょうね。大切なのはね、皆さん、一語一語を日本語に訳さないで大丈夫っていうことね。そうするとね、日本語の音と英語の音がわちゃわちゃしてきちゃうのね。大切なのは、日本語の音とは別に英語のを作ること。日本語レールとは別に英語レールを敷くことね。なので、このね、文章って、難しい単語ないよね、皆さん。そしたら、こう考える。His boss は bringing してました。何を ?A few pastry chefs をです。どこから ?France からです。
そして私はヘルピングでもしてたんです。デムっていうのは A few pastry chefs だよね。A few pastry chefs が find a place するのを。どんな place ですか？ To stay するためのだよね。どんな時にですか？ While they were here。はい。ここ here っていうのはロサンゼルスだよね。すなわち while SV で S が V する間だから they っていうのはまたこの A few pastry chefs だよね。A few pastry chefs がロサンゼルスにいる間っていうことね、皆さん。はい、お疲れ様でした。今日もよく頑張りました。メリーのセリフとしては、このね、I was helping。このもね、デムも弱形になるからね。弱くなるの。だから、デムとは言われずに、I was helping them ね。find a place to stay。これも while じゃなく while ね。ここもね、while みたいに聞こえます。ちょっとね、そこら辺注意して聞いてみてください。流しますね、もう一度ね。His boss was bringing a few pastry chefs over from France, and I was helping them find a place to stay while they were here. はい、お疲れ様でした。じゃあね、今日はここまでになります。皆さん、それでは素敵な週末をお過ごしください。